ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、はい、富山県の魚津市までやってきました。やってきました。はい、久しぶりに3人揃っての仕事での富山、はい、ということなんですけども、はい、今からリハがあるんですけども、はい、それの前にはじめ屋さんに行ってから行きたいと思います。最高です。行きましょう。ゴー。Thank you.
前でお待ちくださいね。うまかったね、うん、満足した。だいぶ雪溶けたよ、もう。ああ、そうですか。うん、ほんとあまり相馬だけってあるんやけど、馬と、お坊さんと馬と猫がね、あの、そういう形に見える山がある。 雪解けの時がちょうど見えるとこあるんやけど、今もう消えてね、だいぶ溶けて、まあ、全く分からんけど。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
そういうとこなんだよ。頑張って。なんかね、楽しみに、富山に来るモチベーションになるもん、ね、まあまあまあ、本当ですもん、ね、いやいや、そういう気持ちいただけたら本当にありがとうございます。まだまだ、まだまだ頑張りますんで、気をつけて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。何で、歩いて帰らん。いやいや、今日は車ね。歩きはちょっと。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、今日本当うまかったです、ね。うまかった。うん。びっくりしましたね。うん、いや、なんか今まで、はじめやさんに食べた中で、うん、一二を争ううまさだったと思います。うまかったね。うん。やっぱりなんか、日々、こう、工夫を重ねられてるということだったんで、うん、やっぱりなんか前回来るよりもさらにパワーアップしたようなね、うん、そんな感じがしましたね。うん。今日なんかまあ自分ね、基本的にはじめやさん、美味しい、好きなんですけど、うん、今日はね、前回より結構醤油が立ったというか、キリッとした感じが印象的でした、うん、あとチャーシュー、うん、めちゃくちゃスモーク効いてて、うん、なんか上品な味でしたよね、うんうん、本当にうまいなと思いました、うん、ライス頼むかどうかちょっと迷ったんですけど、うん、結局中盛りチャーシューにしました、うんうんうん、中盛りもいいね。中盛りうまいですね、うんうんうん、自分はまあ本当いつも通りですけど、うん、やっぱここはお米もうまいし、うん、スープもねこんぐらい返したってきたらもうめっちゃうまかったですよ、うん、良かったです。あのお漬物もう食べるの本当忘れちゃうの俺、うん、今回私あの塩豚チャーシューですか。あ、自分も行きました。現金トッピングで、ね、うん、初めて頼んだんですけども、うん、またあのデフォルトのこうチャーシューと比べて、うん、こうなんていうの、胡椒が効いてて、うん、すごくね風味がまたね2種類味わえて、うん、すごくねあの美味しかったです、うん、はい、自慢のチャーシューということで、まあ、全て今日はバランスが良くて、うん、本当に美味しいいっぱいでしたね、はい、本格的な、うん、もう直系の家系ラーメン、うまかったですね。また。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。